皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは続楽もです。ということで11月19日木曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終わり値は25,634円34銭、昨日比マイナス93円80銭続落となりました。今日ポイントであります続落もについて各チャートを見ながら進めていきましょう。まずは5分足チャートに切り替えて見ていきます。こちら5分足チャートになります。もう少し拡大をしてみてみましょう。今朝方終わりましたニューヨーク市場は朝方のプラス圏からマイナス圏となり、ダウはマイナス$344.93の 29,438.38.42、ナスダックに関しましてはマイナス 97.74 ポイントの 11,801.60 ポイントと、ダウ、ナスダックいずれも続落となりました。でその流れを受けまして日経平均もこのように、こちらが今日の寄り値になります。マイナス99円安の 25,628 円73銭と続落してスタート。でその後はですね、このように売られる場面もありまして、9時半ですね、ちょうど9時半に 25,532 円48銭、マイナス195円64銭安の場面もありました。そこまで落ちて、その後前場は揉み合うような形、買い支えられまして値を戻し、5場ですね、5場は1時前にさらに一段安をつけまして 25,474 円94銭、ここまでの下落ということですね。今日の安値を切り下げる場面がありましたが、5場も売られての期間でしょうか、下値を支えられる展開で再びこのように買い戻され、急激に買い戻されましたね。ロウソク足はトンボの形となって終えております。大引けにかけて一気に、2時過ぎですね、2時半過ぎから一気に買われ出したということになります。次に日足チャート見てみましょう。こちら日足チャートです。現在ロウソク足は上向き25日線、そして上向き75日線の上にロウソク足が位置しておりまして、トレンドは上昇継続となっております。一目均衡表は三役好転中が継続と、日足のマックディはゴールデンクロス中となっております。ゴールデンクロス中は今日で12営業日目、目線は引き続き今買い目線継続となっております。このように落ちてきてはおりますけれども、波を打ちながらという話を昨日までさせていただきましたように、目線は引き続きこの上目線、大きな流れは上目線ということになります。各移動平均線の乖離もですね、これまでありましたけれども、徐々に乖離が少なくなって短くなってきていると、小さくなってきているということになります。で、昨日今日のようにですね、押す場面が今後もですね考えられますけれども、日足、週足、月足から把握できる分厚い下値サポートというような移動平均線のラインありますので、これが機能しつつありますので、この上昇の流れ、大きな流れ、対極的な向きでの上向きの流れはですね、需給の関係から見ても分かりますように、今後も押し目を作りながらもこのように続いていくはずと見ておりますので、波を打ちながら11月17日につけた高値26,057円30銭ですね、こちらを狙いに行くと、さらに狙ったとは超えていくということを見ています。次に週足チャート切り替えていきます。週足はこちらです。このように分厚い上蓋、2018年からずっと継続している、2年にわたって継続している分厚い上蓋を先週上にブレイクをしました。ですがこの分厚い板のところが、昨日もお伝えしましたように、今度は上値抵抗線だったものがこの下で支持線として、サポートラインとして、分厚いサポートとして機能することが考えられます。トレンドは上向きということになっております。ですので一目均衡表もそうですね、三役好転中、週足マックリーもゴールデンクロス中で、週足ロウソク足は今週陰線がですね次元しておりますけれども、 目線は引き続き上目線、買い目線継続ということになります。そして月足チャートを見ていきましょう。月足チャート、通常のチャートですね、緩やかな上向き24ヶ月線の上にロウソク足が位置しておりまして、マックリーはゴールデンクロス中、月足の一目均衡表はこのようになっております。赤雲の上で、地高線はロウソク足の上で、
基準線、転換線は変わらずどうねとなっております。まだ三役好転までは至っていないという状況でありますけれども、この流れトレンドからいくと上目線は月足も継続ということになります。また日足週足同様ですね、移動平均線にある下値サポートが現れていますので、下値は固く今後の上昇が期待できるというふうに考えております。ですので、これらですね、分足、日足、週足、月足以上から見ても、今日は、短期的な部分で、一日続落ということですね。今日、トンボのローソク足の形を出した続落ということでありますけれども、目線はやはり引き続き変わりません。上目線継続ということになります。もしこの後、ドスンというのがあったとしてもですね、すぐに、ヒゲをつけて買い戻されたりですとか、そして、今日も2桁安の部分もありましたが、結局2桁安で終わっておりますし、買い支えられる部分、下値サポートが硬いんじゃないのかなというふうに見ております。以上から日足チャートに戻しまして、明日以降の日経平均の上限の目処としましては、これも変わりありません。上の目処は26,500円のところまで、で下の目処は節目の25,000円までというふうに見ております。さて、皆さんデイトレードについてはいかがでしたでしょうか。私は5番ですね、6400、こちら富士世紀というものですね、ストップ崩れたところを売りで入りましたが、激しかったですね。非常に激しかったです。動きがもう早くて、そして大引け前に一気にまた再び買い戻されるということで、なんとか無事利益を確保することができましたけれども、とにかく今日早かったですね。他にもですね、もう激しく上下に動く銘柄も何件も出ております。皆さんはいかがでしたでしょうか。うまくしっかりと対応できましたでしょうかということです。で、明日用にですね、銘柄今現在7銘柄ほど監視しておりますので、こちら日足チャートに行って見ていきます。今お伝えしました銘柄、これが一つ目です。6400富士世紀です。今日ストップ高をつけております。427円、大引けに買い戻されて425円で終えております。大陽線できたかと思いながらということです。次2つ目1711小電車です。3つ目4293セプテイ、400円台の銘柄です。6630ヤーマン、これ4つ目です。そして5つ目6538キャリアインデックス、6つ目8698、これも定位ですね、300円台、マネックスグループ。そして最後7つ目8282ケーズホールディングスになります。度数がですね、いずれあるのかなということで、どちらかというとスイング向きではありますけれども、デイでも面白いのかなということで、今日17円ほどですね下げておりますが、またちょっと高寄りしてからの度数があれば、またさらに引き続き週足から見てもですね、まだまだ下落の余地はあるということで見ています。本日はここまでといたします。日本は3連休ですね。23日が勤労感謝の日となりますので、明日が、金曜日ということですね。で、土日ゲスト3連休ありますので、明日ですねポジションが取りにくい感がありますけれども、スイングではありませんので、デイでは全く問題ありませんので、手締まりルールを守りながら動いた方向を追いかけていきましょう。それでは皆様のチャンネル登録とぜひ高評価ボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。